この恋愛もどきって言葉面白いな。恋愛話じゃなくて恋愛もどきの話って初めて聞いたよ、生きてきてこんな言葉。まあ誰にするかっていうところですよね、これね。トラジーか運氷か先輩か。いやー、シーフー先輩にするか。いやでもちょっと気になるよな、なんだったら。多分シーフー先輩だったら別に恋愛もどきもクソもそれは普通の恋愛話になっちゃうし、トラジーはね、正直私なんだろう、そういう目で見れないのよね。もうお父さんとして見ちゃってるからこの人は。そうするともうなんだろう、この中立的な運氷が実際どう思ってるのかは気になるよね。ちょっと運氷で行ってみるか。りょうくんもなんか運氷の話聞きたがってたもんね。え、これ誰にするかで誰ルートとかが決まっちゃうのかな。まだ決まんないよね。俺は少しためらった末に歩く速度をわずかに上げて運氷の隣へと移動した。運氷は俺の接近に気づいたようだが、特に言葉は発しなかった。彼は黙ったまま同じスピードで歩き続ける。なぜかはわからなかったが、その対応に俺は少しだけ安心感を覚えた。そうしたまましばらく道を歩き続ける中、ようやく心境の整理がついた俺は、彼に探りを入れるべく口を開いた。運氷、さっきの土地神、ラグが言ってた話なんだけど、あの内容、理解できた？運氷は考え中という表情をその顔に示す。大体、わかった。君も俺が、意図的に答えを引き伸ばして、一緒にいる時間を長引かせようとしてるって思ってる？運氷はゆっくりと頭を左右に振った。いい子だな。多分、運氷はさ、きっと多分真剣に悩んでるんだよなっていうことで変に、干渉しないようにはしてくれてんのかな、意外と。りょう、すっごく困ってる。自分、りょうが悩んでいることを分かってる。ありがとう。つまり運氷はそう考えてはいなかったということだ。俺は胸を撫で下ろした。もし彼があの噂を聞いて誤解していようものなら、これからの付き合い方すらわからなくなるところだった。でも何か思うところはあるんだよな。意図的な遅延をしているとは思ってないと彼は言った。しかし自分に好意を持たれているかもしれないってことまではどうなんだろう。ちょっと怪言そうな表情だよな。でも運氷は多分さ、そういう恋愛とかっていうさ、なんかめんどくさいこと抜きに、とりあえずはなんだろう、もうウータイに来てほしいっていう純粋なその思いだけだと思うけどね。逆に運氷になんかゴリゴリの下心があったら、それはそれでちょっと嫌だけどね。彼の感性は非常に純粋だから、そんな方面のことは考えたことすらないのかもしれない。これは悪く言えば鈍いとも言えるか。今俺が困っているのはそれが一因でもあるわけで。俺に何か言っておきたいことってある？何かをためらっている様子のユンバオに対し、俺は待ちきれず自分から唇を切った。またユンバオって言っちゃった。リョウ、早く来て。自分は怖い。なんかさ、さっき先輩はさ、いや、そんな災害なんてよくあることだから別に大丈夫大丈夫みたいなこと言ってたけど、でも多分そんなものじゃないのかもしれないよね、本当に。だってこんだけ真剣に、ね、
悩んでるんだもんな。ウータイに何か起きるの？悪いこと起きる。怖い。悪いことが起きるって具体的には？夏、すごい雨、すごい風、台風。夏？ああ、台風のことを言ってる？うん。でも台風なんてほとんど毎年来てない？それとも今年の台風は何か特別なの？怖い土砂、起こる。結構な災害になるってことか、それが見えてるのか、運表は。土砂が起こる。あ、わかった。土石流のことを言ってる？そう。なんかダメだ。なんだろう、ちょっと運表のこの顔がすげえ悲しく見えてくる。やっと分かってもらえたっていうちょっと安心感かな。うわ、これだって、じゃあウータイ行かなかったらさ、運表の故郷がぐちゃぐちゃになっちゃうってことでしょ。いや、それはちょっと、じゃあその土石流がいつ頃起きるかも分かってる？分からない。でもとても危険。ということは、今年のうちに発生するってことか。ことの大筋は分かったよ。君は今年の夏に起きるであろう土石流を村の人に教えて注意を促したい、と考えてるってことでいいの？そう。ただ、俺みたいなよそ者が一人で、いきなり土石流が起きますよとか言って回っても、周りの人たちは、信じてくれるかな。土砂が起こるところ、わかる。そこまではわかってるんだ。それでもまだ。だから早く、寮が来たら、自分が助ける。村の人に、寮を信じてもらう。村の人が寮を信じたら、言うこと聞く。だから彼は俺に早く来て欲しかったのか。村の人の信頼を早く得られるようにと。でもそうすると俺は休学しなくちゃいけないし、それでも村の人が俺を信じてくれる保証はない。そうだよね。いやー、でも。でも意外と言ってみたらさ、信じるんじゃないのかな。だって、結局、運表がね、祀られてる土地なわけだからさ、信心深いわけでしょ？まあでもそっか、りょうくんが運表からのその、ね、神からの言葉を聞いたみたいなこと自体が信用してもらえるかどうかってことか。それにこれだと、肝心の子供が土石流災害を防ぐためにわざわざ大学を休学してまで台北からやってきた、なんて不自然なことになるよ。そんな話、誰であろうと想像信じてはくれない気がする。それに、そこには知り合いが誰もいない。身も蓋もない言い方をしてしまえば、トラジーが言っていたように、そういう災害が起きたりすることは、よそでも普通にあり得る。俺のこの力は、実家のマソシントたちのために使われるべき力なのかもしれない。でも俺からしてみれば、全く知らないという点では、実家のマソシントたちも、ウータイの人たちも、大して変わらないんだよね。そうだよね。うん。わかった。ん？なんか、運表がちょっと期待した顔をしてる。そのことについて、もうちょっと考えてみる。今年の夏を待って、最初の台風が来たら、俺はその時に君の集落に連絡を入れてみるよ。よくよく考えてみれば、
俺はルカイ族の人間を一人知った。あ、そうだ、お友達がいた。土石流が起こるかもしれないってことをジェハオに伝えて、彼から連絡してもらおう。少なくとも俺なんかの発言よりは信頼されるはずだ。例えばあらかじめ実家の付近に土石流が発生しそうな場所はないかみたいな話をそれとなく彼にしてみたりしたら、注意してくれるかもしれないし。リョウ、来ない。まあ、なんかそんな顔されるとダメだな。ダメだ。私なんだろう、運表のこの顔にすっげえ弱いかもしんない。どうしよう、最終的に、私運表のとこ行っちゃいそうだな。そうと決めたわけじゃないけど、まだ考える時間はあるよね。少なくとも、そういう話を聞いちゃった以上、俺は何らかの形で手助けはするよ。心配。わかってる。けど、俺もまだ、大学に入ったばかりで、すぐに休学はしたくないんだ。俺はこのことに関して、役に立たないかもしれない。俺もできるだけ助けたいけど、村の人が信じてくれなかったら、俺にはもうどうしようもないし。だから、リョウ来て。自分がいれば、皆が信じる。でもだって、運表のことは誰も見えないんでしょ？村の人が、俺を信じてくれるように君が助けるって。その点に関しては、俺も疑わないよ。けど、もう少し、時間もらえるかな。俺は君を引きずり回したくはないけど、今すぐ休学するしないを決めるなんて、突然すぎるから。たとえ夏休みを使うとしても、うちの家族の了承が得られるかどうかも不明だし、うちの家族を何らかの形で説得とかしないと、俺には動けるだけのお金がないんだ。まあそっかそっか、そこは確かにリアルな大学生としては、深刻な問題だよね、言ってあげたいけど、実際そこに行くにはそれ相応のお金もかかるし、ある程度現実ってのを見ないといけないもんね。とりあえずお父ちゃんに言ってみよっか、お金ちょうだいって。なんだろう、ちょっとなんかウータイの方で、なんだ学会みたいなのやって、ダンスの学会みたいなのやってるからそこに行きたいんで、ちょっと、旅費くれみたいな。ダンスの学会ってなんだって感じだけど。なんかな、適当なこと言えば、ちょっと協力してくれるんじゃないかな。今はまだ春だから、台風の時期までは猶予がある。だから心配しないで。とにかく、俺は手伝うから。でもさ、りょうくんの気持ちもわからなくはないけどさ、なんだろう、みんなそれぞれ深刻な問題を抱えてる中で、もちろん全部を解決してあげるっていうのが、理想論ではあるけど、結局、三人分みんな中途半端に終わって、ね、誰も結局、得をしないんだったら、それこそ最終的に一人に絞るっていうことも、大事なことには、なってくるよな、多分な。だから、さ、元気出して。無理がある、それは。お前、りょう、自分家の実家が、土砂災害に遭うっていうことが分かってて元気出せる？それは、お前のその元気出してはちょっと無責任発言だぞ。うんぴょ、怒れ。怒っていいぞ。りょう、デリカシーなさすぎ、みたいな感じで。うん。うんぴょ、なんてお前はいいやつなんだ。見る限り、うんぴょはまだ完全に安心してはいないようだ。でも彼は精一杯の笑顔を見せてくれた。その笑顔に応えられるかどうかわからない。俺の胸の内は罪悪感で破裂しそうだったが、それでもまだ俺は彼に確実な約束はできなかった。まあね、ここで無責任に、ね、できるかどうかもわからないのに安請け合いするのもまた違うからな。いやー、ちょっとこれ難しいな。
いやー、そうするとさ、これ意外と一人一人と話していったらみんな何か深刻な問題を抱えてるんだよね。だって先輩に至ってはさ、ね、信仰がなくなっちゃったら自分の姿がなくなっちゃうっていう、そういうことだもんね。現実問題として、やはり俺がウータイに行くことは非常に難しいと言わざるを得ない。はっきりとしたことが言えない今、簡単に同意してしまうのはあまりにも無責任すぎる。なんかすごい地獄の空気になっちゃったな。それから俺たちは黙々と足を進め、まっすぐに下山した。駅に着くと、先輩はその近くで大量の軽食を楽しそうに買っていた。トラジーも食欲を抑えきれず、俺にいくつか買ってくれとせがんできた。そんなガヤガヤとした雰囲気の中、俺たちはバスに乗って家へと帰宅した。運票は何もせがんでこなかったな。急に明るい音楽温度差で風邪ひきそうだな。10日のお花見から数日経ち、新民説の日がやってきた。スムーズな帰省を考えるなら早めにチケットを購入しておくべきだったのだが、なかなか行動に移しにくかった。最後もどうせ買おうとしても間に合わないから、帰省のことをそのまま放置した。あー、これ絶対お父さんからまた来るぞ。あれから父さんはいつ頃帰ってくるのかと聞いてきた。新民説の後すぐ中間試験があるから帰れないよと俺が答えたら、父さんは何も言わなかった。試験に備えたかったのは事実だけど、それが帰省したくない真の理由ってわけでもなくて、まあ実家に帰ってしまったらそれこそトラジーノをさらに力が強くなっちゃうもんな。りょう、お前の心境は察してるから俺も一度しか聞かない。新民説には帰らないと決めたのか？まだ心の準備ができてないっていうか。それは残念だな。家の兄弟たちを紹介しようと思ったんだが。ああ、でも確かにね、トラジーの兄弟ちょっと見てみたいね。それって家にいる他のトラジー？そうだ、前に言ってなかったか？トラジーの心臓にはそれぞれ別々のトラジーが宿ってるんだぞ。お前は獣人が好きだから、実家のトラジーたちを見たらさぞかし嬉しがるだろうとな。あー、でもそっか、みんな、じゃあそうするとさ、みんな猫科とは限らないのかな。他にもいろんな獣人がいるのかな。実家のトラジーたちか。確かに俺は以前に想像したことがあった。実家の病はかなり大きくて広いけど、もし全ての心臓にトラジーが宿ってて、なおかつその全員が今目の前にいるトラジーと同じくらいでかかったなら、果たしてそこに俺の入れる隙間は残ってるのだろうか。少なくとも神座の上や下はギッチギチに詰まってるに違いない。確かになんかすごい上下関係が見えそうだね。もしもトラジーたちが病院の外に出歩いていたなら、屋外の日陰で進んだり将棋や囲碁や談笑してたりするのだろうか。うまく言い表せないけど、その光景はなんだか面白そうだな。確かにちょっとそれは見たいな。だけど俺が今帰ったら彼らがあれこれ大量に質問してくるんじゃないの？だったらやっぱり俺は帰らない方がいいと思う。あいつらがしつこく迫ってくるかもと恐れてるのか？確かにあいつらは少々、まあ心配するな。俺から先に伝えてやる。四六時中つきまとってくれるなってことだろう。次はいつ帰ってくるんだとか、台北での生活はどうなんだとか、勉強はどんな調子だとか、彼女はいるのかとか、そんなの何も聞かれたくないよ。彼らは俺の性癖知らないんだよね。そんなの俺自身から説明したくもないし、もうそれだけで俺は帰ろうって気にならないんだよ。そうか。お前を揉め事から守ってやりたいが、冗談好きなトラジーもいるから
守りきることは難しそうだな。ただ、いつかはお前もこの問題と正面から向き合う日が来るんだぞ。そうだよね、トラジーのルートを選んだらじゃあ、兄弟がいっぱい見れるってことかな。まだ、運票や先輩の問題だって片付いてないってのに。それにもしも、運票まで一緒に帰省しちゃったりしたら、お互いに罰が悪いでしょ。奴は連れて帰らない方がいい。どんな理由があったとしても、原住民の神が肝心の廟を訪れるなんて非常識極まりないからな。喧嘩売ってんのかと思われるぞ。ああ、その辺はなんか縄張り意識が強いんだね、やっぱり。でしょ？だから俺は今帰りたくないの。あの二人の問題が解決するまでは保留にしときたい。夏になっても解決してなかったらどうするつもりだ。夏休みなのに一度も帰らないってのは不自然だと思うが。そうなったらまたその時に考えるよ。そうだな。そうならないためにも、さっさとあいつらを追い払う決心を固めるんだ。はいはい。そんな理由で追い払いたくはないけど、確かにこのままじゃまた別の問題が湧き出てこないとも限らない。そんなことを考えていると、次第に緊張感が漂ってくる。だとすれば、これは本当に決断を急ぐべきことなのか。なんか前回あたりからやたらとこの決断を迫ってくるな。新民説の連休その1日前。ヨウちゃん、明日は帰省しないって決めたんだよね。そうですよ。中間試験の準備がありますからね。それがどうかしましたか？中間試験なんかに本気で取り組まなくてもいいんじゃないの？だってりょうちゃん、奨学金の審査と戦ってるわけでもないでしょ？だとしても、落第はしたくありませんから。りょうちゃんなら大丈夫だってば。おいら知ってるもん。だからさ、外出て遊ぼうよ、ね。また出かけるんですか？ダメとは言いませんけど、最近ちょっと遊びすぎじゃないですかね。だって、おいらりょうちゃんと一緒に遊びたいんだもん。じゃあ一日だけならいいでしょ。なんかさ、先輩ってこの妥協点を生み出すのうまいよね。いやーでもこれはしようよ。いやこれは行こう。もう今までめっちゃ悩んでたのに、もうここに関しては即決よね。まあいいですけど。やったー。じゃあ段取りはオイラに任せてくれる？プランはもう準備してたんだ。すごいね、相変わらず。どこに行くんですか？それはまだ秘密。りょうちゃんには驚いてほしいからね。ああ、それと、おいら夕方に一旦家に帰ってその準備するから。じゃ、期待して待っててね。あ、早速もう行くの？ああ、はい。それじゃあ、また今夜。また今夜ね。急に突然すぎないか？先輩誘拐された？だがその日の深夜になっても先輩は帰ってこなかった。あのチビ猫どうしたんだ、こんな遅くまで。ああ、ちょっとトラジーも心配してるな。本当に、ちょっと遅すぎるね。今まで先輩が、こんなに遅くまで戻ってこないことなかったし。俺、電話してみるよ。何やら嫌な予感が心中に湧き上がる。そしてその予感はすぐに的中した。待って、やめて。死んだ？いや、そんなわけないよな。急に。急に死ぬわけはないよな。でもなんだ？先輩は電話を取らなかった。いくら呼び出し音を鳴らしても、応答がない。何かあったのなら、
せめてメッセージの一つくらい残すと思うのに。あいつ、家に帰ったんだよな。一旦家に帰って準備するとは言ってた。でも家に帰って寝るとまでは言ってなかったよ。俺は普段から先輩は家に帰るべきだと言ってはいたけれど、こういう事態を望んでいたわけじゃない。一体何があったって言うんだ。夜が明けるまで待ってみたものの、何の進展はなく、俺は不安を胸に抱えたまま眠らなければならなかった。ちょっと一回先輩の家行こうよ、じゃあ。りょうくん知ってるんでしょ、先輩の家。待って、なんだ、嘘。朝になっても？その次の日、新民説の連休初日になっても先輩は姿を見せなかった。遊びに出るのなら今日がちょうどいい日だと思うが、先輩は何も言わずに姿を消してしまった。俺は少しの怒りとそれ以上の不安を抱えたまま、今何をすればいいのかすらわからなくなっていて、とりあえず先輩の家行こう。もしかしたらなんか倒れてるかもしんないじゃん。こういう時はやっぱり、なんで先輩の家に行くって宅がねえんだお前には。いやー、いやでもこれ、でもさ、トラジー、トラジーに説明す、トラジーに相談するとさ、いやでもこれで、ねえ、ちび猫いなくなってよかったんじゃねみたいな。なんかそういうこと言われても嫌だし、なんか、うんぴょうだったら結構真面目に心配してくれそうだね。ちょっとうんぴょうにして、でもサークルメンバーか。でもさ、結構授業終わった後にそのまますぐ家に帰った感じがあるから、多分他のサークルメンバーに聞いても多分知らないって言うと思うんだよね。ちょっとうんぴょうにダメ元で相談してみるか。俺はパソコンの机の前に座った。教科書を手に取り、次の試験範囲の復習をしようと思った。しかし先輩のことを考えると、ちっとも集中できない。SNS を見ていても、ウェブサイトを巡っていても、頭の中では別のことを考えている。やがてそれは頭の中で留めておける許容量を超え、とうとう独り言となって口からこぼれた。本当に、どうしたんだろう、先輩。そうだよな。うんぴょうも心配だろ、さすがに。りょう、何か言ったか？なんでもない。ただ、いきなり先輩がいなくなったから、俺心配になって。あのちび猫か。あいつが今どこをほっつき歩いてるかは知らんが、心配は無用だろ。あんなのでも一応風営だ。妖怪が絡んでいたとしても、何かが起きるとは思えん。ワンチャン他の妖怪に襲われてるとかっていうこともあんのかな。でも、りょう、心配、良くない。うんぴょうまで。そういえばうんぴょう、君は霊道を移動することができたんだっけ？それを使って先輩を見つける方法とかあったりしない？あ、そういえばなんかそんな特殊能力あったね。なんだ？まさかお前まで、見捨てるつもりじゃないよな。あるかも。あるかも？本当に？自分、彼の匂い知ってる。でも、すごく難しい。届かない。まあでもさ、とりあえず一旦家に行って、そこから辿るっていうことはできるんじゃない？さすがに。届かない？自分の力、届かない。他の場所、行く、必要ある。それってつまり、君の鼻が届く範囲外にいるからで、匂いのする場所まで行かないといけないってこと？そう。それじゃ、時間、かかる。うん。そこの運票に手伝わせても構わんが、俺はそんな必要全くないと思うぞ。そもそもの問題としてだ。
あいつが今何か困ってると決まったわけでもないだろう。だけどさ、何もわからないんだから。うんぴょう、君に手伝いを頼める？うん。りょうを助ける自分、とても幸せ。あ、でもなんかなんで、ちょっとなんかうんぴょうを利用してしまった感じはあるな、ちょっと。いや、でもこれは友達のためだもんな。ありがとう。言い終えたうんぴょうは部屋を出てどこかへと向かっていった。彼が去った後のドアを俺はしばらく見つめていた。なぜ俺はこんなにも憂鬱な気分になっているのだろうか。でもさ、結局これまでずっと一緒にいたわけだしさ、寮の中ではやっぱり、それこそまあ付き合う付き合わないはまた別としてさ、大事な友達ではあったもんね。ふん。なんだ、何お前。寮、奴が探しに行っている今のうちに、お前は勉強しとけ。なんだよお前。うんぴょうはちょっと不機嫌そうにそう言った後、自分の心臓へと近寄りその姿を消した。突然に俺は部屋の中で一人きりになった。だけどこの静けさは確かに勉強に集中できる絶好の機会に違いない。俺は教科書を手に取り、それを開いた。いやだって集中できない。でもな、うんぴょうと一緒に行ったらいいのに、もうずっと一人ぼっちじゃん。うんぴょうまでいなくなっちゃったよ。夕食の時間になったものの、うんぴょうはまだ帰ってこない。夕食を食べ終えた俺は、勉強の続きをすべく机へと向き直ったが、どうしても頻繁にドアの方へと視線がそれる。りょう、お前やっぱり、あのうんぴょうが心配なのか。どうあっても勉強に身が入らないか。ま、あいつの心配も必要ないだろう。あれ、なんかトラジーなんか知ってるお前。急になんか明るい音楽になったからさ、意外とそんな大した問題じゃないのか、本当に。まさかサプライズみたいな感じでしょうもないことやってないよな。単なる新力だけ見れば、あいつは俺よりもはるかに強い。あいつに手出しできるような妖怪なんて、そうそういない。お前が心配しているようなことは、ありえんさ。うんぴょうって、そんなに強かったの？ああ、新力の強さだけで言えばな。俺が二人いてもあいつには勝てん。でなけりゃ、とっくに俺が奴を追い払ってるはずだろう。そっか。そうだよね、確かに。寮に追い払え追い払え言わずに自分でやれよっていう感じはあったけど。そっか。なんか神にもやっぱ力の強さがあったんだね。そうだったんだ。じゃあなんでこんなに時間がかかってるの？やつも時間がかかると言っていたろう。まだ見つけてないんだろうさ。やつなら見つけられるはずさ。奴なら見つけられるはずだ。安心しろ。まあでもトラジーもなんだかんだ、うんぴょうの力は信用してたんだね。俺は窓の外を眺めた。視界に映るのは建物の暗い影だけ。こんなことをしたところで何かが変わるわけでもないのに。果たして今、うんぴょうはどこで何をしているのだろうか。寝る時間になってもうんぴょうは帰ってこなかった。待って待って待って、これなんかただことじゃないだろ、絶対にこれ。りょうくんもうんぴょうについて、あ、でもそっか、霊道を通るからついていけないのか。でもなんかできないのかな、ここでずっと、なんか手をこまないてるだけなのかな。寝る時間になってもうんぴょうは帰ってこなかった。俺はおとなしく電気を消して眠りにつく以外に、何もできることがなかった。俺がベッドに上がり布団を引っ張り上げると、トラジーが心臓の前で静かに立ったままこちらを見ていた。今日はうんぴょうと先輩がいない。だからベッドは俺一人だし、床も空いている。俺はトラジーの寝床を用意すべきかどうかをふと考える。なんせこれまで彼は俺と一緒に寝ていたのだから、俺が気づけなかった間の話ではあるけれど。
でも今はトラジーが見えるし、触ることもできる。トラジーには床の毛布で寝てもらう。これはちょっとおかしいよね。いや、ここはちょっともうトラジーに、トラジーと一緒に寝よう。多分りょうくんも寂しいからね。我慢は良くないよ。あのさ、トラジー。なんだ。その、こっち来てベッドで寝ない？今日は運票いないしさ。ん？なあ、だが奴が戻ってくれば、俺はまた心臓で眠ることになるんだろ？そっか。いや、でもさ、あれ？思ったけどさ、確かに私最初、運票にベッド譲ったけど、あの感じがまだずっと続いてんの？え？なんか私てっきりなんかローテーションしてんのかと思ったけど、ずっと運票は私のベッドで添い寝してたんだ、今まで。なるほどね。じゃあ結構親密な仲になってきてんだな。それはわかんないけど。しかし、今日の寮は広く心細そうに見えるな。ならば俺はお前と眠ろう。ああ、優しいな。やっぱお前お父さんだな。そう言うとトラジーはこちらへと近寄り、布団の中へと潜り込んだ。というか、トラジーには実体がないから、実際には潜るというよりも、ほとんど布団を貫通して俺のそばへとやってきた。なんかちょっとこの辺は少し寂しさもあるよね。実体、見えるって触れることはできるけど、やっぱり、この世のものではないっていう感じがしちゃうよな、この辺はな。もともと大きくない俺のベッドは一瞬で満員となり、後には俺とごくわずかなスペースが残るのみに。俺の上で寝たらどうだ？え？いいんですか？いいんですか？え、めちゃめちゃトラジーの背中の上で寝たい。え、でもそれ、大丈夫なのかな？さすがに俺は戸惑った。けど、トラジーの広々とした胸は、多分、とても。いやいや、ダメだ。そんなこと考えてる場合じゃないだろ、俺。いや、でもさ、なんか、不安な気持ちとか今までね、いろんなりょうくんも、一人で悩みを抱え込んでいっぱいいっぱいなところはあるから、たまには誰かに目いっぱい甘えるっていうことも、必要だと思うよ。しかし、そうしないと、お前が満足に眠れるスペースがないだろう。ほら、上がってこい。うん。トラジーノ、有無を言わさぬがごとき態度を目の当たりにしてしまうと、断りの言葉が喉の奥に引っ込んでしまった。俺はトラジーノ体の上に登り、彼の胸先に頭を預ける。なんか一枚絵欲しかったな。ここをこんな感じでズームされてもあんまり雰囲気出ないぞ。トラジーの体は本当にとても強靭だ。彼に体を預けているこの状態の安心感はすごい。リョウ、お前は本当に。そう言ったトラジーの手が伸び、俺の頭に触れる。なぜいつも俺を心配させるのか。え、トラジーが俺の心配？自分じゃ自覚してないかもしれんがな。お前はいつも誰かの心配をして気を使いすぎてるんだ。今日のチビ猫への心配しかり、あの運票への心配しかり。おかげで自分の勉強がうまく進まずに悩んでいる。俺はお前のそういう部分を心配してるんだ。だけど俺は。わかってる。それがお前の性格で、個性だってことは、お前のそういう面が嫌いってわけじゃない。ただなぁ。りょう。お前もたまには自分自身のことをもっと考えて、自分を大切にしてくれ。いいな。
なんか、あ、ちょっとダメ、泣きそう。そうだよね、りょうくん。そうだよな、なんか私、りょうくんのことさ、結構自己中のなんかデリカシーね、バカ野郎と思ってたけどさ。でも、本当にね、なんか根本的な、クソ野郎だったら、多分そもそもこんな3人のことで真剣に悩んだりなんかしないもんね。みんなのことを大事に思ってるからこそ、やっぱり誰か1人を選んで残り2人を犠牲にしてっていうことが選べずにいるんだもんね。トラジーにそう言われた俺の心境は複雑だった。自分としては十分利己的に動いていると思っていたからだ。まあね、自分の将来のことを、でもさ、やっぱり自分のね、後々のことを第一に考えるのは、それはもう当然の権利だから、別にそこに関しては悪いとは思わないけどね。運票に先輩探しを頼んだことだってそうだし、俺は常に自分の学業と目標に向けての計画を中心に考えていて、約束をずっと先送りにしてきた。こんな俺が他人に対して気を使いすぎだなんて、そんなことあるのか。一日中俺が心配していたことだって、ほとんど意味のない行動だと自分でも分かっている。俺がどれだけ心配していようと、それが先輩の助けに直接つながることはないだろう。ユンバオに対する心配は、さらに自分自身のせいだと言える。だって先輩を探しに向かわせたのは、そもそも俺の頼みなのだから。意味のあった行動といえば、中間テストの対策で教科書をきちんと読んだこと、それくらい。俺を心配させることばかりしないでくれ。ああ、トラジーはそう言って俺を抱きしめた。俺が、そうか、俺本当にやるべきなのはトラジーに気遣ってあげることなんだろう。トラジーがそうやって俺の心配をしてくれていたのに、俺はずっと別の誰かの事情ばかり考えていたから。俺が今すべきこと、それはトラジーを安心させてあげることだ。わかったよ、これからは気をつける。なんだかそのうまく言えないんだけど、もしトラジーの姿が見えなくなったら、俺絶対に今以上に心配しだすと思うし、だから、お前は俺の心配をしてくれるな、とまでは言わんが、ただそうしてお前が他人の、今は俺の心配をしてる部分こそが、俺を心配させるところなんだ。お前はな、もっと気楽に生きていいんだ。でも、どう言われたって、やっぱり心配しちゃうよ。あんまり考え込むなってことさ。少しずつ変えていけばいい。ほら、このことだって、そんなに深く考えなくていいぞ。なんだ？もう、何が何だかさっぱりわかんなくなってきたよ。ああ、今は全部忘れて、楽にしていろ。もう寝る時間だ。ずいぶん長いこと、寮を抱いて眠ってなかったな。本当に、久しぶりだ。トラジーを俺に楽にしてろなんて言ったけど、この状況で気楽になれるのなんてのは至難の業だ。だけど今は本当にとても心地いい。トラジーの腕に抱かれている今は、頭の中の考え事が全部溶けて消えていくようで。そんな安らげる雰囲気の中で、俺はゆっくりと温かな眠りへと誘われていった。あ、帰ってきた！うんぴょ。やっぱりお前は大丈夫か。でもな、先輩がいない。俺が目を覚ますと、うんぴょがその眼前で待ち構えていた。うわあ！ビビ
ビらせるようなことをするな。ごめん。大丈夫だよ。別にビビったわけじゃないから。うんぴょう、帰ってきてたんだね。帰った。じゃあ、何かわかった？見つかった。あ、見つかった。よかった。先輩が見つかったの？どこで？大きな家。ん？大きな家？どこの大きな家？方角は？うんぴょうはとある一方向を手で刺した。この場合は、ほぼ、北東？キールンかな？もしかして、先輩の実家？おっと、なんで急に実家に帰ってんだ、あいつ。え？ただ帰省しただけ？いや、でも電話に出ないわけないもんな。まさか充電切れてたとかそんなオチだったらマジで、あのチビ猫を蹴り潰すぞ。俺は先輩の実家は、あ、忘れちゃった。ちょっと待って、これルビー売ってくんないんだ。俺は先輩の実家はキールンだと聞いていたような気がした。だとすれば、それは先輩の実家である可能性が極めて高い。わからない。そっか、運票にはそんなことまで判断できないよね。でも、確証はないけど、合ってるような気が。実家にいるってんならいいじゃないか。あのチビ猫は無事と決まったようなもんだ。実家でいるなら何かやられることはまずないんじゃないのか。でも、実家にいるとしてもかなりおかしな話だよね。だって先輩は昨日の晩から連絡を絶ってるし、失踪同然に家へ帰るなんてどう考えてもまともじゃないよ。うんぴょう、君は先輩を見たの？先輩、大丈夫そうだった？ダメ。ダメ？ダメって何？手遅れってこと？大きな家、人がいた。大きな家、人が多い。妖怪がいた。肝心の神がいた。とても強い。近づけない。おっと、もしかして、なんか先輩襲われてないか？変な奴らに。え？ちょっと待って。今の話って、先輩の実家か？それはそこまで驚くことでもないだろう。そこが地位や権力、あるいは何らかの歴史を持つ家系なら、神妙や妖怪に家を守るよう頼んでいるのも、よくあることだ。もしチビ猫の実家が、その類の大家族だったなら、神妙が守護していたとしても、何ら不思議じゃない。だけど先輩って、普段は、夜市で優しく、安く買った服を着てるし、食べるものだって庶民的なものばっかりだったし、金持ちの金銭感覚って雰囲気は全然なかったよ。おそらく家からの仕送りはあんまりなかったんだろう。その辺の要素だけで決めつけるのは難しいぞ。ちょっと、信じられないな。まあ、いいか。とにかく、先輩は実家らしい大きな家の中にいる。そんな家から外に連絡するための手段がない、ということだよね。そう？そう？なんでちょっと噛み合ってないの？君たちは。だったら、りょう、お前まさか、あいつを助けに行こうとは考えてないよな。もしかしたら先輩、拘束されてるのかもしれないし。あいつの実家だったなら、そんなことはないだろう。
もし仮に家の中での行動を制限されていたとしても、それはあいつらの家庭の事情であって、他人が介入できる部分じゃない。さっき、トラジーも家が神妙に保守護されている家系って言ったんじゃないか？もしかして、先輩がシーフーに疲れているってことがバレて捕まった、みたいな可能性はない？あー、なるほど。そしたら実家にもさ、それこそこういうトラジーの類が見えてるような人がいてもおかしくないもんね。まさか、払われてないよな。先輩からシーフーが払われてないよね。それならチビ猫は体から追い出されるだろうな。だがあのチビ猫だって一応トラジーだ。それ以上の好き勝手はさせないだろう。そういう可能性はやっぱりあるんだよね。だから俺に連絡できなかった。今のは全て憶測に過ぎん。リョウ、あまり考えすぎるなと忠告しただろう。お前は今、勉強に集中すべきだと。リョウ、心配。自分、助けたい。うんぴょう。どうするつもりだ？自分、助ける。周知、探す。お前、自分が何をしようとしているのか分かってるのか？あいつを助けるために人の家に突撃するつもりか？お前だって状況はよく分かってないんだろ？もし何でもないようなことだったら、亮が、願うなら、うんぴょう。もうなんか、りょうくんの下僕みたいになってない？ねえ。嬉しいけどさ、なんだろう、そこまでされるとちょっともう最終的に君を選ばないといけなくなってしまうよ。もう我慢がならん。こんな。でも、トラジー、うんぴょうに勝てないんだよな、お前。いいだろう。お前たちだけで行かせたら、おかしなことをする可能性がある。俺も助けに行く。状況がよくわからないまま、そこの運病が好き勝手暴れまくるよりは、まだマシだろうからな。本当に？ありがとう！なんかちょっと胸熱展開になってきたね。ま、お前たちを放っておくこともできんしな。事態の悪化が防げそうなら、まあ、お前たちを放っておくこともできんしな。事態の悪化が防げそうなら、防ぎたいという。ただそれだけの考えだ。ただ念のために言っておくぞ。あのチビ猫に何も起こってない可能性は十分すぎるほどある。俺たちが心配しているようなこととは一切無縁で、こうしていくことが逆にあいつを困らせることになるかもしれん。それでも、リョウ、お前はあいつを探しに行くんだな。いや、これは行こうよ。行った方が多分面白いと思う。いや、別に行って、大したことがなかったとしても、てめえ先輩この野郎みたいな感じで。そういう話にできるし、これはちょっとね、興味本位。多分、十中八九トラジーナ言ってることが正しいと思う。多分ほんと大したことじゃないような気はする。BGM が BGM だしね。俺は机の上に飾られた遅咲きの灯火に視線を移した。その真っ白な花びらは今も水面で静かに浮かんでいる。やっぱり俺、探しに行きたい。せめて先輩が無事なことだけでも確認しておきたいから。そうか。それなら俺も連れて行け。うんぴょう、お前は道案内をしろ。わかった。いやでもなんかさ、トラジーが一緒に行ってくれると、心強いね。ありがとう。気にしなくていい。俺の心臓を忘れなよ。行くぞ。うわ、なんかすげえ勝ち込みみたいになってる。ちょっとルーキーズみたいになってるな。うん。
トラジーが俺の背を叩いた。俺はリュックにトラジーの心臓を入れて背負い、携帯を手にして部屋を出た。まさか？おー、ここで先輩の実家に勝ち込みに行くっていうわけか。いや、結構胸熱展開になりましたね。そしたらキリがいいので、今回ここでおしまいにしておきましょうか。次回、先輩救出編でお会いしましょう。それでは皆様、お疲れ様でした。